分です。今日は東飯能駅に来ました。ここから柏木山、龍外山を登っていきたいと思います。それでは出発します。飯能河原方面に向かいます。観音寺です。山のすすめの象さんです。飯能河原です。気持ちいいです。川のせせらぎは癒されます。これから登る龍外山です。龍外山コースで登っていきます。それでは頑張っていきましょう。関係、お花が飾ってありますね。とても素敵です。龍外山コース、かっこいい木彫りの龍ですね。熊よけの鐘です。鐘はありますが、つくものがないよ。あ、ごめんなさい、ありました。見えませんでした。龍外山山頂まで380メートルです。マンガン採掘鉱跡、こちらは戦前から戦中にかけてマンガン鉱と呼ぶ鉱石がレアメタルの一つとされてます。マンガン乾電池の原料にも用いられてるみたいですね。今では日本ではあまり採掘されてないようです。こちらです。こちらでマンガン採掘されてたみたいですね。とても奥が深そうですね。いろいろ歴史がありますね。こちらのルートは以前逆走で通ったことはあるんですけれども、今のマンガン鉱などはちょっと気づきませんでしたね。歩いてる時には。山も逆から登ったりすると発見があって面白いですよね。チフレ AS エルフェン埼玉、女子サッカーですね。化粧品のチフレですね。非公認非公式トレーニングコース、私も頑張ってます。こちら見晴らし台テラスですね。はぁ、気持ちいい。おぉ、はぁ、今日は富士山が見えてまーす。最高。龍外山山頂到着しました。246メートルです。今日は天気がいいので、見えますかね、スカイツリー見えてます。いつも龍外山を守っている方です。暖かい服を着て下界を眺めてます。私の大好きな武甲山がこちらから見えますかね。それでは龍外山公園の方に向かっていきます。日内山234メートルです。日内山展望台です。こちら工場と富士山です。日本スチール、龍外山公園、誰もいませんね。うちのおじさんなんですが、年末は忙しいので年内に登れそうにないんですよね。今日柏木山に登ろうと思ったのは風の便りで、柏木山にあるオブジェたちが今年中に撤去されるそうなんですよね。まだ残っているものがあるそうで、そのオブジェたちと一緒にクリスマスをしようかなと思ってます。茜ヶ峠目指してきます。茜ヶ峠到着しました。それでは鴨鹿新道と書いてある方面に向かっていきます。ここ
ここはカモシカ新道3丁目ですね。こちらですね。向かっていきます。男坂の方で登っていきたいと思います。あちらが頂上だと思われます。音楽隊もいますね。嬉しいです。何にもなくなっちゃってるわけに。こちらにね、あったんですよね。高時計って、柏木さんと書いてあるのがあったんですけれども、こちらが、以前から、こちらが以前からある山頂標識になります。柏木さん、303mです。三角点もタッチです。あ、おみくじもある。こちら、歩いてる方たちです。チコちゃんたちが座っていたところも、もういないですね。もしかさんの役はまだいますね。じゃあコーヒーを入れよう。オブジェさんたち、今までありがとう。それではメリークリスマス。今日はクリスマスということで、シュトーレンとリンツのチョコでほっこりします。富山、おみくじします。大吉です。それでは柏木さんを出発したいと思います。あかね台自然広場に向かいます。ここには前リストテーブルがあったんですよね。ここで前お茶したの覚えてます。柏木さん下ってきました。それでは吾妻橋に寄りながら帰っていきたいと思います。吾妻橋、遠野山方面向かいます。吾妻橋到着しました。ちょっと今こけました。危なかったですね。ドレミファ橋です。カフェオレでちょっとほっこりしていきたいと思います。あ、ずずずず、うさぎわです。めちゃくちゃかわいいですね。うさぎわ、うささんです。うさぎが川を眺めている、かわいい。ここら辺氷が浮いてるんで、これ貼ってたんですね、ずっと。今日は東飯能駅から龍外山、柏木山と歩いてきました。龍外山の登山口から見晴らし台、あそこからは手前には頂上があるんですけれども、奥の山々がはっきりと綺麗に見えました。その後龍外山山頂を目指しました。龍外山からはスカイツリーがよく今日は見えました。今日は空気が澄んでるので鮮明に見えて綺麗だったです。それでは飯能駅方面に向かっていきます。今日柏木山を登ろうと思ったのは、風の便りで今年中にオブジェが撤去されるとのことだったので、オブジェたちとクリスマスパーティーしたいなと思って今日は登りました。空気が澄んで天気がいい日だったので、とてもゆっくり山頂でくつろげました。また楽しい山歩きができたらいいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。動かなきゃね、気がつかない。
東飯能駅到着しました。